トランプにはね、ジョーカーは別なんですけども、ジョーカーを除くと52枚ありまして、あとのカードは赤が半分、黒が半分になっています。で、今日はその赤と黒を使って面白いことをお見せしますけど、6枚ずつ赤のカードと黒いカードを使います。これ黒いカードです。1枚、2枚、3枚、4枚、5枚、6枚、1、2、3、4、5、6枚あります。この赤いカードですね、1枚、2枚、3枚、4枚、5枚、6枚、これ残り使わないのでどけますが、6枚、6枚あります。で、この技術、題名がオイル&ウォーターって言いまして、水と油という意味なんですね。赤いのが油で、黒いのが水です。そうすると、この水、これ油、水を上に乗せます。水と油っていうのはどういう性質があるかというのをご説明しますが、これ水ですね。水ですね。油ね。それで、水はですね、ピレネー山脈から流れてくるミネラルウォーターはものすごい高いんですけど、油はこれはスペイン産のバージンオイルのオリーブ油、これも高いですね。両方ともワインより高いそうです。で、ちょっとご覧いただくと、これは今ここに、油がいますが、これが水ですね。1、2、3、4、5、6枚。で、こちらは油、6枚あります。で、この水と油を掛け合わせるとどうなるか。全部変わる変わるにして揃えてしまいます。そうすると互い違いになっているはずですが、しばらくこういうふうにして、置いておくと、水と油が重さが違うものですから、油が浮いてきて水が沈んでいきます。今上の6枚、1、2、3、4、5、ここまでですね。ここが分かれ目ですね。これが水の方、水こっちですね、重い方、軽い方が油ですね。ちょっと見てみましょう。6枚、6枚に分かれるんですね。水と油ってこういうことですね。ちょっともう一度やってみましょう。ちょっとアンコール的ですけど。で、最初に黒いから黒ですね。赤。黒何枚ありました？6枚。あ、そうです。赤もですね。はい。そうすると、今度はよくご覧に入れてやりたいと思いますが、これは赤ですが、こちら黒ですね。1、2、3枚、4枚、5枚、6枚、これ、こちら使います。ここでこの黒いカードを全部置いてしまいますね。赤いカード1枚、2枚、3枚、4枚、5枚、6枚ここに入れます。で、赤をこう置きますが、そうですね、赤が黒かお好きな方を選んでいただきます。赤でよろしいですか。じゃあこれを数えます。1、2、3、4、5、6枚ありますね。こちらの黒です。1、2、3、4、5、6枚、確かになります。で、どちらを上にするか、お客様は決めましょう。どっち先、こっちか。じゃあ上から1枚置いてください。置いていいですよ。変わる変わる、はい、お願いします。で、ここで、時間を置いてしばらくこうしてると、また油と油と水が、変わってきます。で、6枚ですね。で、こうやりまして、重い方が沈んで暗い方が
カリフォルニアに出てくる油の上でできて水が下になります。20世紀に大活躍をしたカード・キースの専門的な研究者が作った手順で世界的に流行しています。で、方法はたくさんありまして、最初の原案はもちろんマーロンが作ったんですが、いろんな人が俺はこういうやり方してるっていうのをみんなで発表し合ってるので、どの水と油がいいか分かんないぐらいもたくさんありますけど、私長年やってる間にだんだんこれが一番見たいところスムーズだなっていう方法に到達したので、それを今ご説明申し上げます。それでうまく技術をやるためには複雑な準備が、用意周到な準備が必要です。で、この場合一組の下に15枚、一番下から15枚があらかじめ用意したカードです。でそれ以外は何も用意はしてありません。で、この15枚のうちですね、実はこのカードとこのカードとこの3枚、これはなくても、いや使われないカードなんですけども、途中でちょっと仕事をするので挟んであるだけです。この黒いカードが3枚、これは何でもいいんです。で、あと大切なのは、ボトムがスペードの10で、ダイヤの3、クラブのジャック、ハートの9、スペードのクイーン、スペードの3、スペードの8、ダイヤの10、クラブの9、これはこのカードじゃなきゃいけないんですね。で、これは黒いカードなら何でもいいんです。で、ハートの8、これも黒いカードなら何でもいい。で、これが、ハートのジャック、これも黒のカード。で、最後が、ダイヤのクイーン、これじゃなきゃいけない。これ15枚です。そのうちこの3枚がダミーになっております、はい、で、これがボトムにセットされていると、これが最初の準備です。レンズの時はこれを最初にやる前提でカードケースの中に入れておいて、それを持ち出して、で、こう出して、それでセットがあってもお客様分かりませんから、これただ表向きにして見せて、一組のカードがありますというふうにこうご覧に入れることができます。どっかに何か揃っているということは全然ありませんので、バラバラに見えます。で、これを揃えて裏向きに持つ、これは普通の持ち方ですね。で、ここで一度だけその嘘の切り方をしますが、この嘘の切り方はこのキース専用の嘘の切り方、全部を右手に取ってヒンズーシャッフルで切り始めます。上からどんどん、で、半分まで切るんですね。半分まで切る、ただ半分切ったところで切るのをやめて、残りのカード右手のやつを左手に乗せますが、小指挟みます。で、これはちょっとじゃなくて全部挟んじゃって構わないです。小指をバッサリこういう状態にして構いません、一瞬ですから。で、こう挟みます。そしたらはですね、その小指で印をつけたところから上のカードを向こう側に1センチずらします。こういう状態になります。これステップっていうんですけども、こういう状態になるんですね。1センチずれて、で、このずれてる状態はですね、お客様側から見ると影になってますから、こう見えないんですね。こうずらして乗せたんですね。そしたらば右手の4本指を向こうにかけて、上に親指をかけて、これ縦にこうひっくり返す。そうするとステップのある状態で180度回転したんですけども、またステップができてて、こっちずれてるのは下半分なんですね。こうです。ですから、これはお客様から見えにくい状態。それでこれを揃えつつ、そこで分けまして、分けたところで上のカード全部置いちゃいます。で、残りのカードを上に乗せると、一度ぐしゃぐしゃ切って最後にポンポンとカットしたように見えますが、実はセットが元へ戻って一番上にこう出た状態になるんですね。で、ここからこの記述が始まります。で、お話として赤と黒を使います。で、まず最初に黒のカードを6枚使いますって言って出すんですけど、これはセットされてますので、広げていくと黒が出てきたらば、その都度右手の一番下に取ってこう1枚ずつ置いていくという動作、3、4、5、これ非常に自然な動作ですね。終わったらこれ元に戻します。そうするとこの黒のカードが6枚揃います。で、次に赤で同じことをします。1、2、3、最初は赤が出てくるのは当たり前です。黒取っちゃいましたからね。この辺から黒と赤が混ざった状態になってます。で、黒は無視して、赤が出てくるごとに右手の下に取っては置いていくと。で、6枚置くと66になります。で、このカードをもう取り除きます。で、お客様に赤と黒を使って、水と油という現象をお見せしますと言って、赤が油、黒が水と一応前提にします。で、後から水は重くて沈む、油は軽くて浮かぶということを演出するので、それちょっと覚えておくわけですね。で、この赤いカード6枚の上に黒いカードをポンと乗せます。
で、これと6枚6枚で12枚のカードになります。水水水水水水と言って6枚広げます。で、油油油油油油と言って6枚広げます。その時に下から3枚目のカード、ダイヤの順位に必ずなります。それをちょっと手前に引きます。1センチぐらいで、こう揃えると、揃えた時に1枚だけこっちへこうちょっと突き出してるんですね。で、これを親指で押し込みながら、下向きに押し込みながら、そこの分かれ目を作って、その分かれ目から上を、6枚のはずなのに9枚取っちゃうんですね。これ3枚余計取ってるんですね。で、これを右手にこう持ちます。で、これがミネラルウォーターですって話をします。私はよくピレネー山脈から出てきたミネラルウォーター高いので、フランスのテーブルワインより高いですなんて話をします。で、今度は左手にあるこれ、油の方ですけど、これはスペイン産のバージンオイル、これも高いです、スペインのワインより高いそうですなんて、よもやま話をします。で、この上にポンと乗せると、上に6枚赤があって、下に、6枚黒があるように見えますけど、実は3枚ずれた状態になってますね。で、これでこのカードをそのまま右手に渡します。ひっくり返して、ここからの動作は左右の手が逆ですけど、それとても大切なんです。それで、こちらが油なので、こちらが水ですって言って、水水水水水水って言います。で、6枚のカードを右手でこうひっくり返します。で、今度は左側、これはそのままで、これは順番変えないで広げます。1,2,3 出すから、赤赤赤じゃない、間違えた、油油油油油油ってこう広げるんですね。で、これを閉じて、ちょっと底を見せてからこう置きます。で、ここから水油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 、これをこう混ぜます。互い違い、水油水油互い違い、しばらくこう手の中でこう揺すってると、水と油が比重が違うので、水が沈んで油が上に浮いてきます。本当かどうか、 1,2,3,4,5,6 枚、これ上の6枚ですね。下の6枚がこうなって、こうですね、軽くなったらこうなるんですね。これはそういうふうにセットされてますから、こうできます。で、この時のこの6枚のセットがまた次の記述の準備になっているので、それが大切です。で、もう一回やりますって言います。アンコールなくてもアンコールにお答えする。で、これを揃えてまた同じように黒を上に乗せます。で、ここからの動作はさっきと全く同じなんですけれども、違うのは話をちょっと変えた方がいいですね。さっきはですけど、水と油って言ったら、今度は黒と赤と言います。黒黒黒黒黒黒黒、その通りですね。で、赤赤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 赤、さっきと同じように下から3枚目を手前に引きますけども、このハートの球が引かれます。で、こう揃えて、で、このハートの球を下に押し込みながら、そこで9枚9枚3枚に分けます。で、ここでお客様に、水は黒何枚ありましたっけって聞きます。6枚って答えますが、そうですって言ってこう置きます。この時こう前隠してるんですね。で、こちらもこう人差し指で前を隠しています。で、水も6枚ですってこう言います。赤も6枚。で、これでまたさっきと同じようにセットがされた、ここも同じように左に持ってたカード右手にパタンと置きます。で、ここからのカードの見せ方が、私が作った素晴らしいトリッキーな広げ方、1枚2枚こう広げますね、3枚。で、この時の広げ方が、カードのこのずれてるのが2分の1 3分の1というふうにならなきゃいけないんです。3分の1。で、これ2分の1、この感覚がこの記述の生命線です。2分の1、3分の1、2分の1。で、ここは11広がってるんですね。で、これをこう起こすと、お客様が見ると全部同じ色に見えるけど、実は3枚違うのを混ぜ込んでるんですね。これ上の3枚赤なんですよね。それがお客様に気づかれないカードにセットされて、これ黒です。で、赤見せます。同じことします。1枚目2枚目2分の1です。これ3分の1 2分の1、で、11と。で、これこう見せます。同じ状態なんですね。全部赤に見えますけど、これ3枚黒なんですね。で、こうして表向きにしてこう置きます。そこで、第一代にちょっと面白くするために、お客様に選んでください、どちらでも好きな方と言います。で、赤というケース、黒というケースとありますが、
言われた方のカードを取ってですね、お客様の前に1枚ずつ数えて置いていきます。1、2、3、4、5、6と。でこれを覚えておくんです。色を赤ですね、これ赤が上に乗ったぞって覚えておく。でこちら黒なんですけど、これは1枚ずつ置かないで必ずそのまま広げます。これ半々なんですけど、お客様はこれ黒だと思ってますね。揃えてそこを見せておきます。するとこれ上黒赤ですから、これ赤だって覚えておきましょう。どっち先やりますかって聞きますが、これどっちでも同じことが起こります。今お客さんこちらを指して、じゃあ置いてくださいと、そこを置いていきますね。変わるわに、はい、はい、そうです。赤と黒互い違いになったという印象がすごく強く与えられます。でこれで広げて2つに分けると分離するんですが、上が今赤になってるんですね。あ、下が先に置いたからね。お客様は一番赤があったのを覚えてますね。そうするとそこから置いていったから、下が赤で上が黒になってるんです。ですからここで今のケースはこういうふうに分けた時に、こうやっちゃいけないんですね。こうやんなきゃいけないですね。こちらが軽い油の方で、これは水の方で、だんだん比重でもって軽い油が上がっていきます。でこうやるとこれが分離して現象が起こりますと、そういうことですね。でこの手順の、ユニークなところは、この絵札と3のカードが巧みな役割をして、違う色なのにそれが違う色だと気づかないように演出されているというところですね。これは他のオイランドウォーターにはユニークなところ。